皆さんこんにちは、ストラテジーコーチの松本進です。こちらはですね、肩の線をチェックするものです。このショルダーミラーのこの赤い線がですね、肩の線と平行になるように構えます。これを実際に下に置きます。はい、この置いた時にですね、この肩の線が平行になるように、この線と平行になるように自分でこうやって動かしてみてください。で、実際に閉じてるとか開いてるとか、こういう感覚って分かりますから、スクエアになるとこまで肩を動かす。で、この状態で構えることさえできれば、あとは腕を振ればいいです。腕を振れば肩も多少は動きますけれども、この状態ですと腕がターゲットに対して後ろ前後ろ前、余計な動きをせずにストロークすることができるので、入る確率がぐっと上がります。